はい、レサー市場人のニコです。こんばんは。レサークラ、レサークラフトやってますか？うん。アズールさんのインスタ見てあげてください。レンタルキットお願いします。昨日の続き、僕はさっきの続きなんですけどね。今回手染めのお話なんですけど、DM でね、メイプルフレーム。うん。ギターのメイプルフレームみたいな染色したいんですけど、ちょっとできなくて悩んでますみたいな感じで来たんですよ今日。でね、今日ちょっとこういう動画を撮ろうと思ってたんで、ついでのはもう僕がちょっと実験的にやってみようかなと思って、なんかねそれっぽいのやってたんですよ。うん、見せましょうか。メイプルフレーム、こんな色はかっこいいですよね。で、DM いただいた人もこんな色やったんで、同じような色でちょっと僕も挑戦しようかなと思って、今からやってみます。うん、うまくできるかちょっとわかんないですけどね。ちょっとやってみますね。よし、こんな感じかな。でね、最初にね、やっぱり手染めしはる人やったらね、まあ、ぬめが扱うじゃないですか、まあ、サドルでさ。でね、最初にやっぱり、なんていうの、オイルをねやっぱ飛ばしてほしいんですよ。オイル入ってるとね、変な色がねやっぱり混ざったりするんですよ。で変な色になったりするんで、ほんで完全にオイル飛ばした方が染色やっぱ綺麗になるんで、なのでこれを霧吹きで、これぐらいでね、いつもは乾いてからやるんですけど、これ見ると多分ね若干濡れてる時の方がいいと思うんですよ。ちょっと滲む感じがするんで。でね、今回はいつもはタオルですけど、こうハケで余分なものを取って、ね、まあ、うまくいくかどうかちょっと分かんないですけどね。ターコイズブルー、うちはこのターコイズって呼んでますけど、オーシャンブルーって言って、この LIZED さん、リゼットさん、リュウリゼット、インスタではリュウリゼットやったっけな、なんかそんな感じで出てます。まあリゼットでも調べると思うんで、僕はこちらを使ってます。結構ねコメントでね、何使ってますかってくるんで、ピンクと、オーシャンブルー、ターコイズって僕は呼んでますけど、とシルバーとゴールドはリゼットさんの塗料メーカーですかね、のやつを使ってます。ぜひこんな高くないんでね、おすすめです。綺麗な色はねめちゃくちゃ得意ですね、ここは。よし、でこうやって縦にしようかな。こうもうね、多分こんな感じでやってっていいと思うんですよ。んで、本当はもっと1回であれやな、この色の入ってないとことかをなくした方がいいやな。なのでもっと水やってもいいんかな。ちょっとこれで塗りすぎてもちょっとねブルーが出てきてると思うんで、今ちょっとこんな感じ、ちょっとね乾くまで置いときましょうか。でね、このハケがねちょっとねいまいちなんですよ。ちょっと全然使ってなかった古いハケなんで、ちょっと切ろうかな。
束感がね出すぎかなと思って。うん、こんなもんかな。でもう一回ちょっと皮を持ってきて、ちょっとそのね、でもう一度濡らします。で濡らして、これ多分ね、本当はエアスプレーなんかな、エアスプレーでこんな感じになるのかな。でもめっちゃ綺麗やな。いや好きな感じなんですよね。ほんで僕が前になんかこんな感じのやつをやってたらしくて、それを見てくれはって、あジョニーさんやったらわかる、あのできるかなみたいな感じで、ちょっと染まりすぎたか、この全体にこう濡らすんがむずいかな、塗るんが。今こんな感じ。ちょっとこれも乾かしますね。で次、だからね、なんか自分のやりたいこの塗り、ことあるが、何でもいいですよ、あるじゃないですか。ほんならね、いろいろ疑ってみるんですよね。そのあるもんそのまま使うんじゃなく、今ハケ切ったようにやってみたり、皮をこう濡らす量とかね、いろいろ試してみますよ。こう横に、これ横に今やったじゃないですか。これ例えば縦に、あもしかしたら縦の方がいいかもしれんな。こう縦にやってみるとか、でゆっくり、絶対ね人間がやってることなんでね、答えはどっかにあるんですよ。で今回はね、聞いてくれはったや僕がやろうと思ったけど、本当はねやっぱりね自分で努力して見つける方が僕はね、財産になるなとは思うんすよね。財産になるんちゃうかなって。もう一応ね YouTube ネタにもなるんでやりましたけど、よし、だいぶこれ近いんちゃうかな。ちょっと乾かしてみようかな。あこれも言うてそんな外れではないような気がする。ちょっと濃いですけど、まだね濡れてますけど、多分こんな感じ、こんな感じ、もしくはもうやりましょうか。これちょっともったいないな。こんなもんにして、ちょっと待ってくださいね、また9分30秒か。ちょっとレーザーアルコールで薄めてみよう。あこれやるとね、これ一応アルコールいけんのかな、いけるはずやけど、こうやってねやったことないことでも試すんですよ。
その正解がどこにあるかなっていうのは、なんていうんだろうね、やってみるとわからんっていうのが僕のあれで、やっぱ毛が抜けてきたな。アルコールにやっぱこういう吐きはね弱いんでね。こうやっていけば最初の色が薄いんでピンチョウかな。で全体的にこう、こうでどうやろう、こうだいぶと力が使えなくなってる。今こんな感じですね。やっぱりアルコール入れてるんで色の飛びは早いですね。色の飛び乾きは。でここからまたいや楽しいですね。久々になんかこういう新しいなんかことをすると、いやね、だからさっき言ったようにね、何でも答えてくれるんで聞くっていうのはね、もちろん手っ取り早いんですけど、この楽しみ、そのね、見つかるか見つかれへんかの楽しみがないじゃないですか。それを知らんっていうのもなんかもったいないなと僕は思ったりするんですよ。あ、こんな感じちゃうかな。こんな感じ、メイプルフレーム。多分こんな感じちゃうかな。要はこれでしょ、これ。これなんかちょっと似てるっしょ。うん、これでいけんのんちゃうかな。こっからやってって最終的に多分ね、これはねやっぱりこういうツヤ感出した方がいいと思うんですよ。なので仕上げるときはまあうちみたいなレザーフィックスのマット使って、最終的にオイルで仕上げるときにその靴磨きの要領でツヤ出していくか、ツヤありのレザーフィックスやったり、そのレザーコート使って仕上げるかっすよね。要はやっぱりね、皮を水で濡らして、やっぱりこれやな、うん、これが一番近いな。皮を水で濡らして、13本か。皮を水で濡らして、濡れてる間にやっぱ染みるんで、バッて、ほんで染料もなるべく薄めて重ねていく方が、なんかね、その人はね濃いとこからやってたりしたんですよね。それはね多分どうやっても難しくて、やっぱり薄いとこからやっていく方がいいと思います。うん、メイプルフレームどうでしたか。こんな感じでちょっとね、これちょっといい感じなんで、ちょっと僕もいい感じに仕上げて、次のレザクラコンテストの、商品のトラッカーズウォレットには出そうかなと思ってます。はい。ちょっと面白いこと考えたね。はい。今日は手染めでした。インスタ DM くれた人、参考になれば嬉しいです。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、なんかね、やっぱりその、何でもいいんで、コメントで質問いただければ、僕が答えることはやりますんで、よろしくお願いします。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。